つもありがとうございます。パーソナルブレイクでブルーホークスさんですね。はい、よろしくお願いします。ブンデスのサファイアです。はい、発送は水曜日予定ですね。ちょっと火曜日は山本さん週刊ちょっとお願いしてないので水曜日の発送となります。今日は会計と、いや今やってて数字で頭が痛いですいや、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ココチカベリンガムね。はい、あ、なんかよく出るな。ケース1ぐらいなの出現率ですよ。これでもインサートで2人しか出ないですから1箱で、うん、ワンケース開けても20人ですからね。これ20人ぐらいはいるでしょう。ちょっとイニシャルで分かんないんですけど、よく出るな。今日2枚目っすよ。はい、おあれいいな、この手首ね、ちょっとしなっとしてる。まあいいんですけどね、うん、ワールドカップもあるし、まあでもココチかベリンガムかね、出てほしいですね。まあそれかビルツか。お、色だ。パープル、さ、黄色い丸、あ、じゃない、アクポグマさん。パープルは25枚限定です。シリアルはまあ1、2枚で、まあ大体2枚出ますけどね。1枚の場合もありますけど。フューチャースターズ2枚目はマテタさん。まあ、ココチ出てますから。アミリさん。はい。なかなか。ウィルさんぐらいはね、サイラスさんとかでも、まあ、箱で重なるパターンがあるからな。ああ来ないですね。で最後のパックです。さあシリアルで1枚消費しちゃいますので、うん、どうだろう。ああ来ない。シリアルはでも赤だ。ああ違う、どこだ、誰だ、スコフさん。あれ、フューチャースターズにいるスコフさん、5の5だ。多分フューチャースターズにいるんですけど、96年生まれなんだ。でもこれからなんですかね。うん、はい。まあココチのインサートが出たのがいいんですけど、まあスコフさんも多分ブンデスリーガ見てる方は多分おお、これからいいんじゃないのって一瞬は思うかもしれないですけど、店長にはちょっと分かんないです。はい、フォワードで去年っていうかね、ゴール4つ、アシストもできる。はいね、レッドです。なかなか出ないですけどね、レッドは。で、パープル。ね。だから25と5だった。まあ、シリアルの低さではね、うん、箱的には良かったんですが、だいたい125と99とか。いや、ベースでね、ココチか、ベリンガムか、ウィルツかだったんですけど、ちょっとまた、出にくい方。ケースで、ベースカードは多分、まあ、2.5 か3ぐらいは入ってるんですけど。これはケースに1枚ぐらいの出現率だと思うので、1.1 とかそのくらいだと思いますよ。こっちを引いてしまって。はい。まあ悪くないですけどね。eBayとかでも100ドル以上はついてるので。はい。よいしょ。
右がお客様ですね。今リフレッシュしました。で参加をします。ワン、ツー、スリー。お、10のワンペアですね。店長です。ワン、ツー、スリー。あ、引き分けてしまいました。はい、ということで、こちらで発送は水曜日になりますので、もし追加等ございましたら水曜日までにまたご注文いただければと思います。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。